ま、早起きなんですよ明日。トメさん、くまちゃん10個ありがとうございます。今日もお疲れ様、ありがとう、こんばんは。そう、早起きなんですよね明日。7時に、遅くも7時には起きなくちゃな。なのですが明日のダンスの振り起こしをまだ1ミリもしていないので、やばいねやばいね。ちょっと頑張って、頑張んなくっちゃ。こんばんは。いやー、振り起こししないと無理だよなと思いつつやってないんだよね。やんなきゃ。こんばんは。でも今日は動画の編集をどれぐらいだったかな。3時間ぐらいは超集中してやりましたね。こんばんは。なんでめっちゃ進みました。こんばんは。マサトさん、くまちゃん10個ありがとうございます。そういえば背景が普通に戻ってる。ショールーム2周年お祝いはもう終わりか。あんなに可愛い背景だったのに。悲しい、悲しい。これ合ってんのかな、向き合ってるな。前髪自分で切ったらパッツンになって幼くなった。お話し会まで伸びるかな。もう前髪だったら1週間もあればと思ったけど1週間ないねいいじゃん、幼くても可愛いから大丈夫だよ。メッシュめちゃくちゃ色出てる。なんかさ、日々さ、そのほぐし方が違うからさ、めっちゃ金髪が出る時とさ、茶髪っぽい時ある。この辺すごい茶髪じゃない？今日上の方めっちゃ金ですね。めっちゃ金だな。乾かし方によるんだよね。そう、めっちゃ金ですね。こんばんは。エアコンすごい音出して、すごい風量出し始めた。こんばんは。正直今すごい眠たいからもう寝たいんだけど、いや、眠気がある時に寝た方がいいから明日朝早起きして振り起こしたな。それだ、それだ。今日はそうしよう。早起きも体にいいでしょ、で早寝も体にいいでしょ。だから明日の朝だな。朝ね、もうだって朝起きるやん。あと1時間で家出なきゃいけないってなった時に、あと1時間で振り起こしができなかったら死ぬってなるから、すげえできるんだよね、やる気が。こんばんは。なんで朝にしようっと。むっちゃ眠いもん。でも今日も楽しかったね。今日はね、メンバーと結構ゆっくり喋ったりして、あとママとも1時間半ぐらい電話してた電話しすぎです。運動のためにさ、40分ぐらい外をうろちょろしてたんだよね。歩いてた。なんか同じ道ずっと往復してた。なんかあんま遠くまで行くと怖いからさ、ずっと同じ道を7往復ぐらいしてたそう。ゆちさん、かわいい人10個ありがとうございます。朝方夜方、夜型なんだけど朝型に変えたいなって思ってる。朝起きようと思ったらどれくらい早く起きれる？それは無限に起きれるくない？仕事だったら起きなきゃいけないから。別に起きようと思ったら
起きれるくない？初見で初見さんありがとう。こんばんは。ウォーキングはいいね。そうちょっとやばさ、一人で歩くの嫌いだから電話しながらが一番はかどるんだよね。そうママと電話しながらのウォーキング一番はかどる。無限に歩けるね。何日かレッスン続くの？そうですね、ここから1週間ぐらいはほぼ毎日レッスン付けの日々ですね。でも年末年始挟むから、でも1月入ったらさすぐじゃない、12日なんて。だから結構年末にいっぱい入れるので、年末年始挟んで忘れないように自分で復習いっぱいしとかないとなと。まあ実家に帰ったらね、この東京の家より広いからダンスの練習しやすいから家で練習できそうだけど。と思っています。こんばんは。そう12日と13日でね2公演させていただきますから、なんと幸せなのでしょうか。こんばんは。頑張ってください、ありがとう。まあ、でも今年年末は多分超ギリギリに家に帰るので、きっと帰省ラッシュにかぶって新幹線鬼込みしてるんだろうなって今からなえてます。めちゃくちゃ混んでんだろうな。こんばんは。こんばんは。こんばんは。なんか今一瞬目回ってた。疲れている？もしや。こんばんは。で今日はね夜こんにゃくが食べたくて、こんにゃく好きなんですけど、こんにゃくが食べたくてこんにゃくをなんか美味しい調理して食べたんですよ。したらなんか1日に食べていいこんにゃくの量が 250g ぐらいらしくて、最近多分 450g ぐらいこんにゃくだけで食べてるんですよ。でもバカなんですよね食べる量が絶対に体に良くないことしたなって思ってます。なんかこんにゃくってなんか人間の体では消化できないんだって。だからなんかめっちゃカロリー低いのよ。 100g で 20kcal ぐらいしかないの。だからすごい今胃に負担かけてる気がする。胃と小腸にすごい消化できないものをたくさん入れてすごいね負担かけた気がするわ。ちょっとねやっちゃったよね。こんばんは。でなんか昨日もつ煮を作って、まあ今日食べ終わったんだけどそんな量なかったから、もつ煮のその汁がむっちゃうまいから、今後もつなくても大根とかさ白菜とかなんかいっぱい入れてもつ煮の味付けで煮物したら絶対うまいなと思った。それこそ里芋とか入れてね。こんばんは。そうこんにゃく好きなんだよね。そうこんにゃく大好き。もつ煮にもこんにゃくじゃん。そうだからもつ煮にこんにゃく入れたからいっぱいこんにゃくを食べたんですよ。もつ煮大好きなの私。今日もスーパー行ったらもつが売ってたんだけど、いやそれは今ダイエットをしなきゃいけないからと思って一回手に取ったんですけど戻しました。すいませんこのご時世なのに一回手に取っちゃってちょっと悩んじゃったの。あ買いたーいって思ってたんだね。買いたーい、いやーしかしだーっつって
戻させていただきました。レシピはね調べてます。もつは太らなそう。もつはちょっとだけね脂質がねあるから、そうちょっとね食べ過ぎなかったらいいと思うんですけど、もつ煮さ好きでいっぱい食べちゃうからさ、あと塩分が高いんですよもつ煮って。塩分取りすぎちゃうとちょっと良くないのでね、ちょっと我慢しました。そうね、炭水化物と脂質は気にしてあげないと痩せないですからね。やっぱりタンパク質を たくさん取って、炭水化物はゼロにするとそれも脂肪が燃えなくなっちゃうんで、適度に取って、まあ、夜だけ今食べてないんですけど、で脂質も取らなすぎると脂肪燃えないんで、あんまりこう揚げ物とかの体に 悪い油じゃなくて、オリーブオイルとかで多少いいものを取って調整してます。カメラ入れいい感じ、イエーイ。もつの食感ってどんな感じ？噛み切れない感じ。お店で食べるもつに味が染みてて美味しい。自分で作ってもね味染みて美味しいよ。こんばんは。ちゃんと勉強してるのね、偉い。それめっちゃ食栄養に関しての知識今すごいよ。なんかそういうの勉強するの、なんかハマったこととかさ、凝りたいものはすごい凝りたいタイプだからすげえ勉強するんだよね。めちゃくちゃ今詳しいよ。栄養士の資格は持って、栄養士の資格はね学校行かないと取れないんですよね。こんばんは。そういう資格が取れる学校に行かないとね、学校に行ってる暇がないのでちょっと取れないですけど、それを私たちはこの配信で教えてもらうと、そうみんなに共有してる。こんばんは。みんないい健康ライフを過ごそう。こんばんは。いや本当に、なんだろう、食べずにとか、なんかある特定のものだけを食べて不健康に痩せるのはなんか嫌で、いかに筋肉をつけ脂肪だけ燃焼させていくかって戦いを今ずっとしてるんですよ。そうしてますね。こんばんは。でもやっぱね、運動筋トレした後にプロテイン飲むようにしたら明らかに筋肉がつくようになったので、なんか筋肉つかない、つきにくい体質ではあるけど、まあそもそもなんかタンパク質不足だったんだなって思いますね。こんばんは。調理師学校通ってて栄養学学んだけど覚えてない。まあ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 、でも一回入れたっていう土台があるとね、また思い出しやすいからね、もう一回やりたいときに。こんばんは。でもプロテインも美味しいのが今多いからね、なん苦なく頑張ってます。眠くなっちゃった、眠くなってきちゃった。配信終わったら爆速で寝れるな今日。明日は6時に起き、いやー6時かな、12時に寝れば6時間寝れるもんね。6時起きかな。こんばんは。
鶏のささみはどうも苦手。私もささみあんまり好きじゃないから、ささみしかもささみちょっと高いからさ、鶏の胸肉を今食べ続けてるよ。で胸肉も昔は嫌いだったんだけど、だからパサパサした肉全部嫌いだったんですよ私。だから鶏もも肉が一番好きなんだけど、未だに。でも鶏胸もね、調理を頑張ればね、すげえ柔らかくできるってことに気づいちゃったんでね。それで最近は鶏胸肉を食べてますよ。こんばんは。明日レッスン場に行く時間は早いの？早い。とても早い。こんばんは。松の屋が分かんないけど、ささみカツ、脂っこくなくて好きだったんだけどメニュー廃止されちゃった。あら、ほんま人気がなかったのかな。自分のお気に入りのメニューがなくなっちゃうのはちょっと寂しいね。確かに、なんかそんなお気に入りのメニューができるほど外食しないから私にはあんまりないんだけど、オートミールにトマト缶とささみを入れてリゾットにすれば美味しいらしい。確かにタンパク質も取れて良さそう。チキンカツヘルシーだよね。まあね、カツにしてる時点であれですけどね。こんばんは。鶏肉をそのまま茹でても美味しいのに僕がおかしいのか。いや、おかしいまでは言ってない。それは被害妄想が強すぎるけど、別にパサパサした肉が好きな人もそれはいるだろうから、それは食の好みの問題じゃない。それはパサパサした肉が嫌いなだけ。そう、嫌いっていうか、なんか食べてて辛くなってくる。あー、パサパサしてるなーって思っちゃう。苦手。だからさ、あれもシーチキンもね、そんなに好きじゃないんですよ。シーチキンの話題を上げてもらって言うのもあれなんですけど、シーチキンあんま食べないんですよね。すごい便利なんだけどね、パッと食べたい時にね。こんばんは。メッシュ入れたならメッシュ入れました。スピンサリン、こんばんは。あ、大倉さん、こんばんは。お気に入りのパン屋さんが来週閉店。あら、寂しい。お気に入りのパン屋さん、結局さ、こっち来てからパン屋さん一回も行ってないんだな。こんばんは。焼き鳥とか唐揚げ食べたくなってきた。唐揚げは常に食べたいけどね。焼き鳥はでも大丈夫だよ。そう、焼き鳥はその食べ過ぎなければ大丈夫だよ。その部位にもよるけど、マサイはちょっと皮が好きなんで焼き鳥今は食べれないんですけど、鳥の皮が好きなんだよね。ご飯を少なくしたら痩せた。いいね。サイはご飯を少なくするぐらいでは痩せないので頑張って運動をしています。こんばんは。唐揚げにレモン汁かけますか？かけてもいいけど、別にあんまかけたくない。あの、なんだろう、みんなで食べるときは別に、あ、いいよかけてって言うけど、一人で食べるときだったらかけないかな。まあ、かけても美味しいから好きなんだけどね。どっちかというとかけないのが好きです。焼き鳥はタレが好き。手羽も好き。手羽先も手羽元も好きですね。こんばんは。鶏皮をカリカリに焼いて食べるのが好き。鶏皮はね、さ、何の調理しても好きだね。全部好き。最近はシュークリームブーム。シュークリーム美味しいよね。さやはカスタードが入ってるやつが好きなんだけど、なんならカスタードと生クリームどっちも入ってるやつが好きかな。ちょっと前はファミマの極うま黒豚まんブーム。肉まんね。なんか肉まんのブームさえ去っちゃったんだよね。好きだったんだけど昔は。最近はなんか好きだけど
いっかってなっちゃう、食べなくても。そう、お疲れ様です、こんばんは。ビアードパパのシュークリーム好き。ビアードパパのシュークリームは皮が美味しいよね。外側がちょっとこうカリッとしてたりして。ビアードパパね、差し入れでもらうときしか食べないな。ちょっといいお値段するからね。関西来たら551の肉ま、551の肉まさユニバ行くたびにか食べてる。そう、あれうまいよね。コンビニスイーツね、さやはね今気になってるのが、どこだっけな、どこのコンビニだったか忘れちゃったけど、カヌレが売ってるって言ってて、なんかすごい美味しいらしい。コンビニのカヌレも全然何専門店に負けないぐらい美味しいらしいので、ちょっと食べてみたいんですよね。さやはローソンのマカロンが好きなんですけど、そんな感じで結構本格的な感じがするので、洗濯が終わりましたけどカヌレ食べたいです。鶏皮ポン酢、よくお店で頼みます。鶏皮ポン酢っていうレシピがあるの、食べたことない。美味しそう、ポン酢さっぱりとしててね。新幹線の中で食べたらダメなやつ。なんか新幹線の中は551の肉まんと何がダメなんだっけ、なんかもう一個あったよね、大阪名物。なんかあれ肉まんだけだっけ、なんかもう一個あった気がする、忘れちゃったな。違ったかも、551の肉まんだったかも。でも食べたいよね、新幹線の帰りに。食べ物の話ばかりしてて誘惑に負けて体重落とすの難しそう。なんでそうやってマイナスのこと書くのかな。でも食べ物の話が一番ショールーム盛り上がるんだよね。全員を置いてきぼりにしない唯一の話題が食べ物だと思うからさ、それ以外の話ってやっぱ絶対さ、ついてこれない人が出てきちゃうからさ。でも食べ物ってさ、みんなご飯って食べるやん、だから絶対に盛り上がるんよね。そう、最近家の近くに唐揚げ屋さんができて唐揚げ食べ過ぎちゃった。いやー、まあこれから頑張りましょう。ローソンのいちごのマカロンうまし、いちごのマカロン美味しいね。コンビニスイーツ進化しすぎて毎週新商品に驚かされる。あ、そう、私さ、このコーヒー温めますかを送ればせながら見たんですけど、それを見てからコンビニのスイーツに対する思いがちょっと変わりましたね。ちょっとなんか裏側というかを見て。こんばんは。洗濯機のと同じ、お、日立ですね。こんばんは。お腹減ったのにチャーハン食べます。こんな時間に、それはやめた方がよくない、体に悪いぜ。こんばんは。よか、刈り上げ、刈り上げしてないです。そう、見たんですよ、恋愛ドラマ克服大作戦ずっとしてて見ました。最近は生餃子の無人販売所がプチブーム。なんかそれテレビで見たな。無人販売っていうのがやっぱ新しい新規性があって、なんだろう、人気が出たのかな。ブームって難しいよね、それがブームになるのみたいなこともあるからね。1月から始まるドラマはちょっとできるだけ見ようと思ってる。
回1話全部見るぐらいの勢いでいっぱい見て、どうしてもちょっとこれはそんなに見なくていいかなって思ったやつだけあれして、基本見ようかなと思ってます。ドラマを頑張ってみます。こんばんは。ドラマ見るのって頭使うからさ、それがね疲れちゃうんだよね最近の私。でもお芝居の勉強しなきゃいけないから見ます。1月は何が面白いかな、全然何やるか知らないんだけど、まだ最近テレビ見てないから、その CM も見ないからさ、どんなドラマがやるのか全然わかんないんですけど、ちょっと今度片っ端から録画してみたいと思います。一旦ね。こんばんは。なんかさ、私ドラマ、その保育園の時からの夢なんですけど、ドラマに出たいんですよ。だからドラマに出たいならドラマ見ないとなと思って、ちょっと見ようと思っています。セリフってどうやって覚えるの？私はまだ舞台しか出たことがないから、舞台のセリフの覚え方だと、私の場合は稽古するまでにある程度台本に目を通して、でもさ、そのすぐあんまりすぐ覚えられないから、稽古していく中で覚えるかな。でもさ、もしドラマに出たいって思ったら、それを自分で一発で覚えていかなきゃいけないってことじゃん。だから覚えられるようにどうにか策を練らないといけないですよね。舞台は見に行ったりしないの？最近もしてるよ。よくツイッターに上げてるよ。どんな役で？もうなんか何でもいい。もうなんかセリフのない役とかも、なんか見切れる役とかでもいいから、何でもいいから出たいですね。もうどんな小さな役でもいいから出たいね。こんばんは。それこそ朝ドラとかね。ひゆかみたいに映画のオーディション受けてるんだ。ひゆかちゃんってオーディション受けたの？オーディション受けさせてくれるんだ。何回もオーディション受けたいって言ってるのに、オーディション受けさせてもらえないんだけど、受けたいって言ったら受けれるの？あれ、オーディション受けたの？そうなんだ。そうか、オーディションの話をもらえるかどうかも大事なんだな。厳しい。セリフと振り覚えのどっちが大変ですか？私はセリフかな。いやー、ダンスも苦手だからな。どっこいどっこいだな。どっこいどっこいです。ゆかちゃんオーディション受けるように勧められた。オーディションどうやったら受けられるの？さ、何回もスタッフさんになんかもうどんな小さなオーディションでもいいから受けさせてって言ってるけど、一回もオーディションのお話もらえたことないんだけど。やっぱ実力不足か。そうですよね。そうですよね。現実はそう甘くないですよね。でかい声、ごめん、でかい声出すつもりはなかった。出ちゃった、心の叫びが出ちゃった。こんばんは。あー、オーディションって受けさせてもらえる人もいるのか。そうだよね。最近さ、マジで毎日悩んでる気がする。はぁーってなってる気がする。こんばんは。
そうなんだ。 AKB は基本ダメな、ダメだと思ってた。だってオーディション受けさせてって言ってもオーディション受けさせてもらえなかった。もう1年ぐらい前に言って、今まで1回もオーディションないから、なんかもうダメなんだと思ってた。そのダメと直接言われたわけではないけど、ダメなんだと思ってた。そう、そうなんだね。ダメなわけじゃないんだ。はあ、こんばんは。まあそうですよね。だからそうですよね、運営の人にオーディション受けさせてあげたいと思ってもらえるようなメンバーにまずならなきゃいけないけど、丸5年でその信頼を得られなかった自分の実力不足のせいだからしょうがないですね。いい、何がダメなんだろうな自分の。もう無理かも。希望が持てない、全てのものに対しての。まあそんな話をしていたらね、そろそろねおねんねの時間なんですよ。おねんねの時間が近づいてまいりました。そろそろ配信を終わりにしたいと思います。もう12時ですよ。みんなこんな時間です、寝なくちゃ。寝なくちゃですよ。私はもう最近は毎日未来への希望を失いながら生きているんですけど、生きていくしかないのでね、頑張っていきたいと思います。もっと話が来て、すみません、ショールームがちょっと12時までっていうちょっと制約がございまして、私一人の力だとどうにもならないので、ちょっと今日は終わりにさせていただきますけども、まあ、また明日皆さんお会いしましょう。そうらしくないね。いや私結構普通にあれですよ、ネガティブですよ。できるだけまあこういうお仕事でみんなにこう元気を与えるのがアイドルの仕事だと思ってるので、できるだけ明るいことを言おうと頑張ってるけど、全然根は鬼のネガティブなんで、全然病むし、全然無理ってなる。こんばんは。そう全然弱いですけどね。でもほんと最近多分過去8入ってから過去5年間、もう今6年目ですけど、過去5年間で多分一番将来がもう真っ暗すぎて、なんかもう無理かもってなってる時期なんですけど、まあ人生たるものそういうものですよね。未来への希望が何も見えないんですけど、頑張って生きていきたいと思います。ということでランキング見ます。13位俊介さんありがとうございます。12位アンディさんありがとうございます。11位ともちさんありがとうございます。10位ケンケンさんありがとうございます。9位チャンショウ君さんありがとうございます。8位ヒラリンさんありがとうございます。7位バイコゾさんありがとうございます。6位サトちゃんありがとうございます。5位ヤスさんありがとうございます。4位ピアノマンさんありがとうございます。3位ヤチさんありがとうございます。2位マサトさんありがとうございます。そして1位はトメさんありがとうございます。ありがとうございました、ありがとうございました。それでは皆さん本日もお付き合いいただきましてありがとうございました。もうねおねんねの時間なので寝ましょう皆さん。
みんなも終わったら布団に入って寝てくださいね。ではまた明日お会いしましょう。バイバーイ。